江田健二君。まだ立憲民主党、江田健二でございます。総理、閣僚の皆さん、お疲れ様です。もう今日が実質審議最終日でございますので、よろしくお願いします。今日はパネルのお手伝い、山田勝彦衆議院議員、長崎県、お願いをしております。まあ、さて、私、オミクロン対策中心にやりますけれども、このオミクロンにつきましては、感染力は強いけれども、重症化しにくいだとか、国立感染研所長でしたか、2月上旬にはもうピークを超えただとか、先週17日の岸田総理の会見でも、諸外国と比べれば、感染状況は低いレベルにあるとか、まあ、そんなこともおっしゃってるんですけれども、まあ、ぜひ皆さん、このパネルをご覧ください。これも1日ごとの死者数ですけれども、まあ、極めて残念ながら、先週17日には1日あたり270人の死亡者が確認をされました。これはもう過去最多であります。そして2枚目のこのパネルを見ていただき、今度は総数ですね。死者総数、これなんとですね、第5波の死亡者総数を先週のやはり17日に超えました。これ、18日までの数字ですけど、3061人、その後は19、20日と、200人レベルの死亡者が続いておりまして、もう3500人弱の現時点で死亡者となっております。まあ、改めて亡くなった方のご冥福を心からお祈りしたいと思いますし、ご遺族の皆様にはですね、お悔やみを申し上げたいと思います。しかもこれ、5波っていうのは、これ、3ヶ月間で2766人なんですよ。第5波といえば、8月、重症病床が 100% 埋まって、入院したくても入院できない重症者が続出して、8月だけで250人もの自宅死が認められたという、本当に悲惨な第5波と比べても第6波、まだ2ヶ月間です。3ヶ月間に対して2ヶ月間ですでに第5波を上回ってしまった。こうした事態を招来したことについて、総理大臣の受け止め、分析をまず最初にお願いいたします。内閣総理大臣、岸田文雄君。まずお亡くなりになられた方には、心から、お悔やみを申し上げ、哀悼の誠を捧げさせていただきたいと思います。まあ、その上で、まあ、今回のオミクロン株の特性、まあ、委員ご自身おっしゃったように、まあ、感染力は強いけれど、まあ、重症の確率は低いという指摘がありました。まあ、その中で、この医療提供体制の確保などに努めてきたところであります。新規感染者の数が、まあ、去年の夏と比べても、まあ、3.5 倍から4倍に、この膨れ上がっている、まあ、こういった状況の中で、まあ、重症される方の、まあ、ピークは後から、この後から来る、まあ、こういったリスクも高いという、まあ、指摘もあるわけでありますから、決して警戒感を緩めてはならない、まあ、こういったことを改めて思います。そしてこの重症者、遅れてくる重症者の数の積み上げに対応するために、医療提供体制をしっかり用意をしてきた、こういったことであります。重症者に対する病床の数、これは今現在でも余力があると承知をしています。ぜひこの体制をしっかりと維持することによって、この重症者の方々に対してしっかり対応し、そして亡くなられる方をできるだけ少なくする、こうした対応を続けていくことが重要であると考えております。江田健二君。まあ、政治は結果責任です。今この時にコロナオミクロンから国民の命を守る、そのための権限と財源、お金を持っているのは総理大臣だけなんですよ。私、江田健二も持ってませんし、野党にはありません。だからこそ、
国民の生命を守る重い責任がある。にもかかわらず結果が伴っていない。これがすべての結果です。総理も先週の記者会見で、何よりも国民の命を守ることが重要だとおっしゃいましたね。さっきの答弁をお聞きしてもね、全く反省の弁もないし、謝罪の弁もありませんけれども、この際、国民の皆さんにしっかり謝罪をされたらどうですか。結果責任ですから。何をやった、これをやった、検討する、努力するというのはもううんざりするほど聞きましたけれども、結果が伴ってないんですから、反省の弁と謝罪の弁をお伺いしたいと思います。内閣総理大臣、岸田文雄君。先ほども申し上げたように、亡くなられた方には改めて哀悼の誠を捧げさせていただきたいと思います。そして、今はまだ戦いの最中であります。政治の責任として、こうした事態に対して、この尽くすべきこと、やるべきこと、これをすべてこの尽くして、対応していく、これが政治の責任として重要であると認識をしています。医療提供体制、予防検査、早期治療、こうした体制をより充実させていくことこそ、私に課せられた課題であると思います。そうしたことによって、この国民の皆さんの安心、健康、事業を守る、こうした取り組みをしっかり進めていただきたいと思います。その上で評価していただくのは国民の皆さんであると承知をしています。その評価をしっかり受け止めたいと考えます。江田健司君。総理ね、やっぱり人間誰しも失敗するし、それは反省をする、そしてそこから教訓を得る、そして前に進んでいくというプロセスがなければね、今総理大臣の話聞いたって、これからこうします、ああしますって言っても信用できないんですよ。その程度の危機意識であるもう個別に問いただします。なぜこんな悲惨な状態が将来をしたか、これはもうこの1ヶ月間我々野党が累次してきてきた通り、3回目のブースター接種が遅れに遅れてるからですよ。総理ね、1月31日の予算委員会で私はなぜねこんなに遅れているのか、それはね、ワクチンの在庫があるとかないとか、自治体の準備が遅れているところがあるとか、とにかくみんなで揃えてやろう、悪病度が原因ではないかと言ったときに、全くそれは当たらないという答弁でしたね。しかし私が言った通り、小池知事がまさに私と同じようなことをおっしゃいました。2月8日です。私が言ったのは1月31日。3回目の追加接種をできるだけ早く始めるよう政府に求めたところ、それはいかん、みんな足並みを揃えていくんだと言われた。世田谷区長も、それは自治体競争、自治体間競争になる、待ってくれというのが厚労省の考え方だった。まさに私が指摘している通りじゃないですか。こういうふうに後ろに合わせるから遅れているという、そういう認識すらないんですか、総理。内閣総理大臣、岸田文雄君。3回目の接種の開始当初の8ヶ月という接種間隔についても、そしてその後の接種間隔の前倒しについても、その当時のこの最新のエビデンス、あるいは感染状況を踏まえながら、これ、判断してきたものであると認識をしています。少なくとも接種体制の準備が遅れている自治体に、全体の接種スケジュールを合わせるようなことはしておらず、こういった点でご指摘は当たらないと申し上げているところであります。江田健司君。それでは8ヶ月というのは、エビデンスが、科学的エビデンスがあったんですか。科学的根拠は何ですか、8ヶ月という。厚労大臣、後藤茂樹君。8ヶ月のエビデンスにつきましては、まず当時、科学的知見によりましても、6ヶ月間は感染、重篤化防止効果、発症予防効果は
6ヶ月以上続くということ、また諸外国が2回目を打ってから現実に3回目のブースター接種を打つまでに8ヶ月程度の時間が空いていたこと、それからまあワクチン等そうしたことも含めてですね、8ヶ月ということが適切であるという議論で8ヶ月後ということにいたしました。枝田健司君。ちょっとこのパネル見てください。8ヶ月なんてことを言ってたのは諸外国は昨年春頃の話です。このパネルご覧のようにもう秋口、9月10月秋口にはもうイギリスもフランスもアメリカもドイツも韓国も高齢者等を対象にもう6ヶ月に前倒しをしてますよ。そして年末までにさらに3ヶ月まで前倒しをしてるんですね。日本は12月1日一般人も含みますけれど8ヶ月原則でスタートしたんですよ。しかしね、12月1日といえばもう南アフリカでは1万数千人の感染拡大があり、世界で24カ国もオミクロンが蔓延してた時代ですよ。それをあえて8ヶ月にした。ファイザー製ワクチンの3回目接種の薬事認可は11月11日です。日本において。そこには6ヶ月以上間隔を置けて書いてある。なんで12月1日から6ヶ月間隔にしなかったんですか、総理。これが最初のつまずきなんですよ。総理大臣。内閣総理大臣、岸田文雄君。諸外国において3回目のこのブースター接種を開始した時期、これは委員ご指摘のお示しになられた資料にありますように、9月頃であります。これ、諸外国においては、その9月頃というのは、この3回目の接種開始時期、この2回目の接種を始めた時期から、もうすでにおおむね8ヶ月経った時期の話であります。あれ、各国に、この6ヶ月というのは、これは接種可能な間隔であり、この我が国においても、薬事承認上、接種可能な間隔は6ヶ月としたということであります。そして、昨年11月、この先ほど厚労大臣からやりましたように、ワクチン分科会において、この8ヶ月とする、8ヶ月以上後とする、まあ、こうした諮問、答申をしたということを受けて、我が国においても8ヶ月から議論が始まったということであります。接種可能な時期と、実際の接種を接種間隔をどうしたか、これ、各国においてもさまざまな議論が行われた、我が国においても2回目の接種が終わってからの間隔、しっかり考えた上で、11月11日、薬事承認を行い、接種を開始したというのが経緯であったと認識をしております。枝田健司君。日本だって、高齢者向けに接種が開始したのは4月12日ですよ。12月に6ヶ月間隔でやれば、当然対象者も行って、先鞭をつけてワクチン接種ができたんですよ。そしてね、これ、長妻議員も取り上げましたけど、11月15日、厚労省のワクチン部会では、地域の感染状況を踏まえ、自治体の判断により前倒しは可能だという、それを報告を出してるんです。尾身会長も11月19日には、高齢者接種を早めたとの複数の意見も出たと。それからこれ、8月にはモデルナ社製がですね、大体4ヶ月、2回目接種へ経ったら予防効果が低減をする。ファイザーも同じく6ヶ月経ったら、同じく予防効果が低減するという報告もとっくに出してるんです。それでイギリスもフランスもアメリカも9月に6ヶ月に前倒しをしたときにオミクロンのおの字もなかったですよ。しかし、これも日本でも6波ですから、もう年末、一昨年の年末、また波が来たこと分かってるわけだから、オミクロンが来ようが来まいが、最悪の事態を想定されるというんなら、しっかりと前倒して12月1日、薬事認可は6ヶ月だったんですから、12月1日から8ヶ月でスタートしたというのが、もう一番の間違いのもとだったということさえ認めないんですか、総理。だから私が言いたいのは人災ですよ、これは。総理の責任ですよ。それに対する反省ぐらいないんですか。前に進めません、これじゃ。信用できません、あなたの言うことは。ちょっと総理大臣に聞いてんだ、こんな話は。
内閣総理大臣岸田文雄君。先ほども申したように各国とも8ヶ月から始まってさまざまな接種間隔についての議論を行い、それぞれ今取り組みを進めているということであります。我が国においても1回目2回目の接種状況を踏まえて適切な間隔について議論を行ってきた。11月の段階ではこのワクチン分科会のこの議論があり、これは国民の命、健康がかかる話でありますので、こういった専門家のこの意見もしっかり踏まえながら、間隔について考えてきた。しかし、おっしゃるように、間隔期間前倒しするべきだというこの議論の中で、我々もこの前倒しを行い、現在、この前回2回目との間隔において、今まさに重要な時期を迎えています。6ヶ月間隔に向けて、自治体にもご協力をいただきながら全国を挙げて努力を続けているというのが我が国の状況であると認識をしております。江田健二君。まあ、その結果ですね、その結果、今のはっきり言えば高齢者に対してだってまだ接種率は3分の1ですよ。脇田国立感染研所長ですら、こんな接種状況ではもうオミクロンの抑制効果を期待できないとおっしゃってるんですよ。その結果、さっきご覧いただいたような死者が第5波を超えるようなたった2ヶ月間で、こういう事態を将来してるんだということを、総理、もっと認識していただかないと。これから何をやる、これをやると言ったって、本当信用できません。じゃあね、聞きますけど、具体的に。今ね、大串議員も質問しましたが、この月末までの対象者は直近で3752万人ですね。2月18日時点で、まだ1601万人しか打ってません。2月末までというとですね、2月18日時点で1601万人ですから、あと10日間で2000万人以上の方を打たなきゃ目標達成できない、対象者達成できないんですけれども、できるんですか、総理、お答えください。内閣総理大臣、岸田文雄君。今月、対象となられる3700万人分の方へ、その接種するにあたって十分なワクチン量はすでに確保し、そして自治体に配布をしています。そして接種体制についても先ほど申し上げたようにこの準備を進め、職域接種も本格的に開始をしています。接種体制も用意できました。そして接種券についても6100万人分の接種券の配布、今月中に終えることになります。このようにワクチンの確保、接種体制、そして接種券の配布、これはしっかりこの対象者向けに行いました。これに基づいて、できるだけ多くの方に接種をしていただくよう、広報等にも努めている、こうしたことであります。できるだけ多くの方の接種が進むように、政府として全力で取り組んでいきたいと考えております。江田健二君。国民にとってみれば、体制を整備したどうかよりも、実際に打てたかということが大事なんでしょう、感染予防のためには。だから我々立憲民主党は、もう一月前から目標を示してください。1日あたりの接種目標を示して、総理頑張ってくださいって、ずっとしてきたのに、最初、否定してたじゃないですか、目標セット。これ、追い詰められて100万回にした。しかし今時点では200万回以上の接種をしないと、この3700万人の対象者に全部打てないという状況ですよ。で、まさにあなたが将来した事態です、これは。そして、一番重症化リスクの高い高齢者施設の入所者、なぜかというと、今、クラスターが多発してますね、高齢者施設で。今、455件、これも過去最多です。5波の時は43件だった高齢者施設のクラスターがもう10倍以上になっている。ここに可及的速やかに
最優先に接種をしなきゃいかん、そういう意味で、厚生労働省は2月16日までに全都道府県に対してですね、この高齢者施設の入所者対象に、2月末までの接種完了見込みを調査されてますが、厚生労働大臣、その結果を報告してください。厚生労働大臣、後藤茂之君。1700市町村からの回答によりますと、介護老人福祉施設の医師の配置がある施設は約 81%、その他は約 72% で、全体の平均は 74% となっております。で、この結果を受けまして、2月18日、早速、全国の自治体の予防接種担当部局、高齢者施設担当部局向けにオンライン会議を開催し、どうして遅れるのか、何が問題になっているのかを回答をしていただいているので、それに対する意見交換と、今回の調査で出てきた問題点について、どのように協力して解決していけるか、事務連絡も発出いたしております。2月末までには、希望する高齢者施設の入所者等への接種を完了できるように、全力で取り組んでまいります。江田健二君。今、答弁ありましたとおり、全国51,373施設のうちの 74% しかまだ接種をされて、見込みがない2月末までにね、あとの4分の1、1万3000余りの施設をこれから、あと何日あるんですか、一番重症化リスクの高いこの高齢者施設の接種が達成できませんね、これも。思い起こすと、各首長さんがね、この高齢者施設の入所者にはもう最優先でやりましょうと、11月に前倒しを要請したんですよ。その結果、何が起こったか、明確に覚えております、私は横浜市長、横浜市が承認第1号ですから、クラスターが発生した医療機関高齢者施設には、6ヶ月で打っていいですよって、なんですか、これ、クラスターが発生をするのを予防するためにワクチン接種ってあるんでしょう。こんな奇妙、奇てれつな基準でお茶を濁してきて、本当に12月1日から8ヶ月以上という諸外国では比較では考えられないような間隔を空けて、そして目標も当初設定せず、100万人以上という目標を設定したらもう時間切れで、2月末、一番最優先に接種すべき重症化リスクの高い高齢者施設の入所者にも、目標が達成できない。これね、私もこんなこと言いたくないんですよ。しかし総理、これ本当にね、どうなんですか総理、これ本当に達成できないでしょ。だからいくら言葉で言っても信じられないんですよ総理。どうぞ。よろしいですか。手を挙げてますか。内閣総理大臣岸田文雄君。これ3回目の接種についてさまざまご指摘をいただいていますが、これ3回目の接種、これ世界的に見ても我が国より先行している各国の状況、英国においても3回目の接種割合3割弱であります。あ、失礼、米国アメリカにおいて3割弱であります。そして英仏独、こうした先行した国においても5割前後ということであります。これ3回目の接種は1回目と2回目の接種と比べて各国とも事情は異なっている、こういった状況の中でどれだけ接種率を上げられるか努力をしているということであります。我が国においてもこの3回目の接種、1回目2回目との2回目接種との間隔の関係で今まさに大変重要な時期を迎えています。この時期、先ほど申し上げましたワクチンはしっかり確保しました。接種体制も用意をしました。接種券も配布をいたしました。あとはできるだけ多くの方々に接種会場に足を運んでもらうべく、しっかり努力を続けていきたいと考えております。江田健二君。この国の国民の命を預くる総理大臣としてこれでいいんですかと聞いてるんですよ。諸外国はどうかこうかということは関係ありません。この点に関して言えば守れてるんですか、守れてないじゃないですか。だから言ってんですよ、もう。
それに対して何か思いがあるの。じゃあね、今度病床確保について言いましょう。いやもうこれもね、もう言うんですよ、1.3 倍にしました、もう8割稼働にします、病床はいっぱい、病床使用率もあんまり高くありませんって言うけどね、じゃあお聞きしますけど、なぜ救急搬送困難事案が週5740件もあるんですか。これ、5週連続、過去最高を更新してるんですよ。病床があるっていうなら、救急搬送困難になるんですか。5700件ですよ、総理、お答えください。厚生労働大臣、後藤茂木君。総理だよ。大変に感染が進む中で、コロナ病床を大きく確保する中で、一般病床も厳しくなっております。で、その両方を保つために、コロナ病床をそうした救急搬送に使えるような調整をしたり、今、現場で大変に厳しい状況にあっている医療をしっかりと今、対応するようにしております。また、救急搬送病床を増やしていくために、1床450万円の確保料を行うなど、しっかりと対応いたしております。委員長、じゃあ総理に聞きますから、総理、答えてくださいね。江田健二君。第5波の時に幽霊病床ということがありましたね。何床確保しております、報告しました、政府もそれでやりますと言ってるのに、実際、いざとなったら入院できなかった幽霊病床とありましたね。今回もその懸念を私、本当に心配してるんですよ。先週末テレビでやってましたけど、80代の糖尿病の基礎疾患を持ってるおばあちゃんがですよ、入院できなくて亡くなったと、娘さんもおっしゃってました。そんなことを挙げるまでもなく、救急搬送困難事案が5000件、6000件もあるなんて、入院できてないということですから、また総理、幽霊病床なんじゃないですか、今、総理がおっしゃってる、確保しました。使用率が低いのは、病床使用率が低いのは、入院すべき人を入院させていないからじゃないですか。総理、お答えください。内閣総理大臣、岸田文雄君。医療提供体制の確保については、昨年11月の全体像を示す中で、まず病床については、この書面で協定を結ぶことによって、この稼働率、これ8割以上に引き上げる等を行うことによって、全国での前回ピーク時の 1.3 倍の受け入れ病床を確保したということであります。なおかつ、これは見える化を図ることによって、本当にそれが稼働しているかどうか、これも確認する体制を作ったということであります。しかし、委員ご指摘のように、この救急搬送等で混乱が生じているということ、このことについては、しっかり受け止めなければならないと思います。だからこそ、先ほど厚生労働大臣からも答弁させていただきましたように、柔軟な病床活用を行わなければいけないということで、コロナ病床にコロナ以外の患者を受け入れることを可能にするなど、さまざまな対応を行っているということでありますし、また、この一時的にこの救急患者を受け入れる病床確保のために、1床当たり450万円の支援を行うこととし、医療関係者の協力もお願いしている、こうした対応を取っています。この用意した病床がしっかりと稼働するように、活用されるように、さらなる工夫を加えていきたいと考えております。江田健二君。稼働してないから、入院できてないんですよ。この病床確保の見える化というのは、実は神奈川県横浜市が先行してやったことを厚労省が参考にしてやったと言ってました。見える化してんなら、救急搬送困難なんか起こりませんよ。救急車見える化して、オンラインで見て、あ、この病院にこの病床が空いてんだと言ったら、救急搬送困難なんか起こりえないから、もうとにかくね、もう皆さんは、この体制を整備しました、こういうことでやっております、確保しました、頑張ってますだって。何度も言いますけど、政治結果責任でさ、もう結果伴ってないんですから、こう言ってるんです、私も、言いたくないですよ、皆さんにも、こういう、もういいです。いや、委員長、もうだから、ですからね、もう一つ、自宅療養っていう、今、直近調べてみたら、2月16日時点で、58万人の自宅療養者がいるっていうんですけどね、
もう神奈川なんか自宅療養前に自己診断で自主療養している人もいますから、そういう人は把握してませんから、もっと多いと思いますよ。そしてこの1月のコロナ自宅死というのが151人、これ、警察庁発表、もうその実数はもう2月になったらもっと多くなっていると思いますね。そうしたときにね、オミクロンが怖いのはね、重症化率は低いけれども、一旦重症化すると死亡までの期間が短いんですよ、急死するんですよ。基礎疾患があったら、それもコロナ突然死といって、本当に急死するんですよ。そういう危険なオミクロン株に対して、自宅療養者が公式発表だけでも60万人近くいて、本当に自宅のへの健康観察や医療ケアが行き届いてるんですかと、そう言うとね、また言うんです、もう答えもはっきりして、私から言いましょう、ちゃんと通達出して、パルスオキシメーターはすぐ翌日までには届けますよ、すぐ陽性患者は薬が行くように、当日か翌日にはちゃんとやる、もう全部通達なんですよ、これ、総理。これね、通達行政って言って、おびただしい数、事務連絡で出してるんです、厚労省がね。で、厚労省の役人、私も役人だったら、反省も含めて言うとね、通達出したら済んだ、君は、やった気分なんです、それだめだ、国民にとってみれば、もうそれが実際届くこと、病床確保がちゃんとされていること、入院したいときに入院できること、検査をしたいときに検査できること、それができてないって言うんですよ。だからね、総理がいくらそうやって答弁を、官僚が書いた答弁読まれてもね、国民にとって重要なことは自分の命が守れるかどうか、入院したいときにできるかどうかね。そういうことなんでね、これもね、自宅療養も心配なんですよ、さっきの病院確保、病床確保、本当に大丈夫なんですか、この自宅療養ケア、総理。内閣総理大臣、岸田文雄君。まず政治の責任として、全体像をしっかり示し、そして医療提供体制等、しっかり準備をする、これは重要なことであると思います。その点について、説明をさせていただいているわけですが、委員ご指摘のように、現場において、さまざまな混乱が生じているということ、この点についてはしっかり受け止めながら、より、この用意した体制が機能するように、努力をし続けていかなければならない、こういったことであると思います。そして自宅療養者に対する対応についても、保健所を通さずに、地域の医療機関にもご協力をいただきながら、体制を整えてきたということでありますが、この亡くなられる方についてご指摘がありました。この専門家の分析では、この死亡者の中心である高齢者の中には、この基礎疾患の悪化などの影響で、重症の定義を満たさずに死亡する方も含まれていると、こういったことも指摘されていると承知をしています。そうした現実もしっかり踏まえながら、この重症化されている方、あるいは亡くなられた方、こういった実態について、しっかりとこの把握し、この政治としての対応を考えていくことは重要であると考えます。江田健二君。引き続きしっかり検証させて、また同じような言い訳をされないように、ぜひお願いいたします。で、そこでこのオミクロン感染拡大の起源といえば、米軍基地でしたね。で、この前ね、国立感染研が分析結果、ゲノム解析やりましてね、この日本におけるオミクロン感染拡大の主流は、米国で流行ったオミクロン株だという発表をしましたね。ところで、この米軍が米国本土に起こったゲノム解析、もう12月30日には検体を送っているのに、いつまでたってもそのゲノム解析の結果が出ませんよ。いつ出てくるんですか、このゲノム解析の結果、なんかフォローしてんですか、外務省としても。外務大臣、林芳正君。このゲノム解析の結果については、米側に求めてきておるところでございます。その判明の時期については、今のところ確定的な見通しを得る段階にはないわけでございますが、いずれにせよ、先日の予算委員会で厚生労働大臣からもお答えがあったとおり、在日米軍のゲノム解析の結果が得られたとしても、ゲノム情報のみをもってその由来を推定することは困難であると、こういうふうに承知をしております。江田健二君。そんなにね、腰砕になる必要ないんですよ、ちゃんと日本政府、責任持ってね、問いただしてください、いつもこれなんですよ。もう一つ言いますよ、この前、予算委員会、我々の与党の質問で、米国がその後導入した、
検査はですね、抗原定量検査ではなくて、定性検査だということが判明しましたけれども、これに対して松野官房長官は、引き続きこれは日本が求めた PCR 検査、または定量検査にすべく協議をすると言ってますけど、いつになったら結論出るんですか、どうするんですか、ほっとくんですか、総理。外務大臣、林芳正君。この在日米軍の出国前72時間以内の検査、また入国後24時間以内の検査においては、PCR 検査、または抗原検査が実施されておると承知しておりまして、このうち抗原検査の場合については、より一層日本側の措置と整合的となるように、抗原定量検査を実施するように、米側に説明、申し入れを行ってきたところでございます。でこれに対して在日米軍からは、PCR 検査または抗原検査を採用しているのは、米国疾病予防管理センターおよび米国防省の指針にのっとったものである、いずれの指針においても抗原検査は抗原定性検査のみとなっているという回答があったところでございます。そうした回答を踏まえて、この検疫保健分科委員会、新たに日米合同委員会のもとに設置をされましたので、ここで日米双方の保健当局、専門家を交えて、さらに議論を深めていきたいと考えています。江田健二君。もうね、そんなことは一月前から耳がタコができるほど聞いてるんですよ。ね、国民の皆さん、ご覧の通りですよ。まあ、私もね、ずっと政府長かったから言いますけどね、米軍の気に食わないことはね、忖度して外務省が全く問い出さないんですよ。そして国内的には、はい、申し入れしました、やりましたと言い訳だけを言ってるんです、こうやって。で、いつまでたっても結果が出ない、そうね。これは現実ですからね、本当に。もうね、とにかくそんなね、米軍に忖度してね、国民の生命を守らないなんてことはやめてください。ぜひね、検疫ぐらいは、この検疫ぐらいはオーストラリアだってフィリピンだって国内法適用してるんですから、国内基準に整合的な形で検疫やっていただけませんか。内閣総理大臣、岸田文雄君。まず今回のオミクロン株のこの感染拡大において、当初、この在日米軍施設区域内の感染状況が、その原因の一つであった可能性、これは否定できないと、日本政府においても考えております。だからこそ、この米国、あるいは在日米軍とも話し合いを行い、そして検査回数についても確認をし、そして具体的に外出禁止などの措置、3週間にわたって行うなど、具体的な対応を米国に求め、そして米国もそれに応じたというやり取りがあったわけであります。今回、感染症に対応にする、即座に現地のこの皆さん方の安心につなげなければいけない、そういったことで、今言った対応を米国としっかり話しながら、この結果を出してきたというのが現実であると認識をしています。これからも米国に対して、在日米軍に対して言うべきことはしっかり言いながら、この国民の健康を守るために努力を続けていきたいと考えております。江田健二君。まあ、検疫の問題に限らずね、もうその米軍というのは、基地外の訓練はやりたい放題、全く日本政府にも通知もしない、立ち入り権、日本の立ち入り権、基地への立ち入り権も認められない、有害物資を垂れ流してもそのままみたいなね、だから地位協定の改定の話も実はしたかったんですが、もう時間ありません。もう最後にね、とにかく屋根を修理するには、するのは、日が照っているときに限るっていうね、総理がケネディの言葉を引用されました、その言葉をそのまま総理大臣にお返ししまして、私の質問は終わります。ありがとうございました。これにて大西君、江田君の質疑は終了いたしました。次に、青柳仁君。はい、